ビールでした。払い戻し金、単勝7番1660円、副勝7番350円、2番170円、1番250円、生まれん2番7番で2600円、3連複1番2番7番7760円、そして3連単7番2番1番の順で5万9120円でした。以上3つのレースの払い戻し金を入ってます。ありがとうございました。さあ、レースを受けて今回のツッタカップの結果が出ました。今回は辺見さん、3000円の当たりです。ダメだった。そうなんだ。はい、5万9000円じゃないんだよ。違います。3000円だから、いや、3000円買うとナメプって言われちゃうんで。で、菅台さんも外れということで、すごいね。総合順位は辺見さんが13,700円、2位が安田さん8,890円、3位が寺島リアスさん1,380円ということで、来週が最終レースに。そうですね、最後ですね。はい、しかも大きい戦いなんですよね。天皇賞春ということで、有名です。ぜひ寺島リアスさんに頑張っていただきたいんですけども、はい、これどんどん声が小さくなってる様子ですね。これ追いつきますかね、これ。いや、知らないですよ。それはあなた次第ですよ。頑張ってください。言葉が出ないです。さあ、ということでね、4時間の生放送のエンディングでございます。さあ、来週のテーマですけども、今日ね、日比谷公園で、公開生放送やったということなんで、来週のメールテーマは公園の思い出です、例えば、好きな公園は代々木公園、よく地ビールのイベントに行って酔いつぶれてますとかね。あと、学生の頃のデートはお金がなかったので、よく公園に出かけて彼女とおしゃべりしてましたとかね。あと、子供の頃ブランコに乗るときは信じられないスピードで漕いで、そのままジャンプして怪我をしていましたなどなど、好きな公園だったりとかですね、公園にまつわる思い出を送ってください。受付メールアドレスは、住所、氏名、年齢、職業を書きの上、@1242.com までお願いします。ね、公園はもうみんな行ったことない人いないでしょうからね。そうですね。結構いろんな公園、私も行ってました、朝霞の。そうですね、僕もいろんな公園行ってました。やっぱお金もなかったし、はい、みんなで集まるってなると夜の公園だったんですよ。そうなんですよ。ただくっつぶってるだけだったんですね。そうなんです。楽しかったな。ね、あとちょっとこの普通おたメールも来てるんですよ、はい、おぱんちゅうさぎさんかな、18歳学生、はい、公開生放送お疲れ様でした。しんいちさんが食べていた10円パン、はい、ね、ということで私も食べました、はい、上京したばかりで不安で寂しいことばかりでしたが、生放送を聞いてたくさん笑ったので元気になりました。明日からの大学生活も頑張れそうです。先がどうだもんね。先がどうだもんね。先がどうだもんね。さっきクレープについてもメール来たんです。クレープがやっぱすげえうまかった。究極って名乗っちゃってますからね。そうで、しかもやっぱ半分さっきから、はい、もうこれからやっぱりクレープの仕事よ。バターの風味が効いててね、はい、いやちょっともう一回食べたいですね。食べるな、本当。なんで出てきちゃったんだろう。今日はね、会場に来てくださって皆さん本当ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週です。さよなら。みちょぱです。ハッシュタグみちょぱらにこの人たちが来てくれます。お笑いコンビの鬼越トマホークです。鬼越トマホークの酒井さんはすごくいい人です。鬼越トマホーク登場のみちょぱらは今日夜10時半から見てもよし。多分ヤフーニュースになるよ。何これ、ドクターエア。あの米倉涼子さんのテレビ CM で大好評のドクターエアエクサガンハイパー、売れてるには訳があります。今すぐドクターエアを検索。とんでもない、ボディケア私も使ってます、ドクターエア。カジマプレゼン。めちゃくちゃ鶴瓶日曜日のこれ日本放送4月の23日日曜日の朝で小学生テレビでございます。上野木正彦です。今日はゲストにね。そうですね、前からちょっとお願いしてたんですけど、はい、僕も長いあの付き合いなんですけど、
とにかくあのこの方は日本放送にもずっと長くレギュラー持っていただいてますし、ご自身もラジオをよく本当に聞いてらっしゃって、本当に嬉しいですよね。はい、ご紹介いたしましょう。今朝は日本放送では榊原郁恵のハッピーダイアリー、あなたのハッピーの中でおなじみ榊原郁恵さんに今日はゲストにお越しいただいております。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ゲスト気になってるんですか？そうなんです、あなたとハッピーの中の5分って言いながら喋ってる時間は4分弱です。あ、チェック時間、チェック時間、長いです。長いです。だってもうあなたとハッピーもね、そうですね、そうそう、十何年ですか、はい、15年ですからね。じゃあ一回あの私フラダンスを習ってた時があって、はい、それでスエちゃんにじゃあやってみてってなんか無理に振られたことがありまして、確かあの公開の収録っていうか公開だった時の時に、はい、私も調子乗ってやったんです。覚えたてだったの。船やれと やりました。コーヒーでやりました。はい、乗せてくださるから、うん、上ちゃん。結果的には良かったわけですよね。一応良かったと私は思ってますよ。ね、私自分がやったことは全ていいと思ってるので。それは、うち帰ってから後悔するんですけど、もうやってるときはもうね、はい。いや、俺お別れ会行かせていただいて、ありがとうございました。いやいや、もうそんな、はい、渡辺徹さんのお別れの会があの時のゆうたくんの挨拶がやっぱしっかりして、まあ当たり前やけどね、まあ、しっかりしてるなんて、あんなやっぱりね、あんだけの人間が行さん来てる中で、200人、ね、それで話して堂々とやっぱり喋れるのは、まあ、当たり前ですけども、よくやりやったなと思うわ、ほんまに。ありがとうございます。ね、渡辺徹を送るということで、今までお世話になった先輩方というか友人、いろんな方々にお声掛けして、まあ、平日の今11時ぐらいからという中途半端な時間なので、なかなか猫ちゃんの中の時間を作ってまで来てくださるっていうのは本当難しかったと思うんですけど、杉部さんもそうですけど、もうアホさんもそうですし、もう相当に人たちが来てくださって、言うたら、この人たちが来てくれたのかって、最初すっごいドキドキして、あれ、どうしようって言ったんですけど、堂々としてたもん。俺見てて、やっぱり堂々としてやんなって思ってね、見てた、うん、いろんな人間模様がありましたよ。あのバーッとそば、あこさんがねちょっと、はい、あの股関節が、ね、あれだって、で俺がその隣に誰がやったかしないけどその時に俺は逃げそうになったから「すべ」って言われて「お前何で逃げんねん」言われてですね、もう長い付き合いけどずっと見てたんですけどね、まあもう大丈夫やと思うんですけどね、で そこでそれは浜田も来てましたわ。そうなんですよ、浜田ね、ダウンタウンの浜田、付き合いなんです。ああそう、それが知らんかったよ、それこそ東京にそのダンサーと